Dil Telemo Ba Hekarim Chiru Hekarim Chiru白龍のお酒純米酒こんなこんなんですサバヒカル過去にちなんで白龍というよ、シェアカップで飲んどるわけとかねでは柿の葉寿司とマス寿司柿の葉寿司はのどぐろとサーモンと小鯛、うん、でサーモン違うマス寿司マス寿司若さのでこれがサバの、燻製燻製、うん、これはローソンになローソンのおつまみだてみたいこれもローソンのチーズがなんかパルミジャーノ使ってるチーズ好きのチーズタルこれはイカのプチイカのプチローソンですねこれははいあ飲みやすいねお酒にお酒たら食事にはこのサバの燻製食べてみちゃうから板の上に乗ってんのねうんそのまま食べるやつこんな感じへしこの燻製へしこの燻製うんうん、あんま塩辛くない。美味しいよ。白ぶち？これ遅いですね。じゃあ、ます寿司いただきましょう。ここは結構熱いね。うん。で、ここはどっちかが、あれやこう真ん中の方がのどぐろか小鯛。うんタイやね。古代。ロケてた。うん、よしめちゃう。うん。このサバは結構美味しかったね。うん。美味しかった。燻製。燻製。何回も言って。これはリピートだよね。うん。なんかちょっと一瞬生ハムっぽいよね。うん。全然サバ臭くない。ちょっとお酒入れて。焼いたのかなあれ紙入ってたのと全然違うのどぐろ、古代、サーモンやったんちゃうサバあ
ぐるぐるちゃう。これまたのどころやね、うん、これ置いといてあげるわね。パディウテネモバチャンネル登録よろしくね。ヘカンジーウィルまた見てね、また見てね。